どうも、中野実験室です。またまたジャンプ感想をやっていきます。今回感想を言いますのは、ブラッククローバー第133話、ロイヤルナイツ結成です。今週は表紙&関東カラー&ポスターがついてたりとかして、なかなかお得な一冊です。アニメ化もしたので、その成果でしょう。で、本編の内容なんですが、先週でロイヤルナイツの、選抜が終わりまして、その後の展開、まあ、新展開のまでのつなぎの回っていう感じですが、まあなんていうか意外な展開といいますか、そういう伏線の張り方ってあるんだっていうような感じがして面白かったです。まあ、試合後に、それぞれの選手がどうなったかとか、新しくできるロイヤルナイツの団長が誰であるかとか、そのような今後の、まあ、状況とかの下ならしをしながら、まあ新展開、結成とかに進んでいくわけですけど、うん。まあ選抜のトーナメントに出てきたザクスのキャラが、掘り下げられましたね。ザクスとは仮の名前だったわけですけど、まあ結局あいつは何者だったんだっていうのは、まあ全部は描かれてなかったわけですが、まあ、父親の回想となどがありましたけど、その実は偉大な正体っていうのが、今回出てきて、それにちょっと震えました。うん。主人公が所属している騎士団の、黒の防御の設定がすごくうまく使われているなと思いました。うん、まあ全部の騎士団の中で一番いい加減な団といいますか、うん、そのあたりはね、使い方が上手ですね。うん、多分これが他の騎士団の話だったらそんなバカなってなるんですけど、まあ本当にそのもう適当な騎士団っていうのの黒の防御だからこそこの展開は可能だったんだなと思いました。うん、もしかしたらそれを踏まえてロイヤルナイツの選抜編を読み返すと新たな発見が、あるのではないかと思いますね。うん、これはまあ、僕はジャンプは撮ってるので読み返してみてもいいんですけど、まあ、コミックスを購入されている方は、まあ、今回133話を見たら、まあ、これまでの数話をちょっと読み返してみて、何かそれを伏線になるようなことがあったんじゃないかって思わず探してしまうような楽しさがあるんじゃないでしょうか。はい、てなわけの、ブラッククローバーの感想でした。うん、しばらくバトル会が続いてたので、まあ、ほんわかした話が飲みたいななんて思ったりもするんですけど、まあ、次回あたりはそろそろ久しぶりに白夜の魔眼が出てくるんじゃないかなと、そんな風に予想します。はい、てな感じの、ジャンプ感想でした。またお会いしましょう。さようなら。